sila tane nunakimata pinyukulok kasuhane. Nigete! Tasukete dare ka! Ah, owatta! Annap kaslikkaluaktu agalaan igilaamaa sikkaralarsisiinnyartu. Nani sore? Onmai kittanee naa. Ah, maada ikiteru nda. Yahai. Kisune. Nosu. ね、逃げてきて。あ、ああ、ああ、ああ。そんな。はい、皆さんこんばんは。それじゃあ今日もね、ネバーアローンの続きやりましょうね。前回ね、多分、ちょっと待ってね。こっちに行くと、そうそう、この精霊がいるからね。この精霊を使って、このね、森から逃げ出しましょうって言ってたとこまでだよね。よし、じゃあちょっとやりますか。こっちじゃなさそうなんだな。そうすると。もうこっちから来た記憶があるんだよね。あ、でもいいんだ。こっちだね。よし。さあ、進んでいこうか。あ、奴がいるよ。ニックキ奴がいますよ。さあ、逃げろ逃げろ。よし。うまく逃げてくれ。よし。怖い怖い怖い。こういうね、逃げるだけのとこって本当怖い。持ち上げろよ。よし、逃げろ逃げろ。うわ、怖い。うわ、むずい。セーブセーブ。怖い怖い。怖い。刺さった、危ない。こういうことじゃないのか。これでもしかして男に当てりゃいいのか。違うか。あぶね。
どうすればいいんだ。よし、行った。うん、男倒した。あとほろげつるか入れちゃって、リベアクシアがロールを手が倒したっぽいね。あきりがいんよほろくいんよほろんとぶらいにゅうしやいしふる。よかったよ。本当に終わりだろうな。本当に終わりになってほしいな。あ、やばい。大丈夫か。よしよし。さあ行こう。おし、ちょっとね、じゃあムービー見ますよ。人を狩る者、こいつの話だね。ちょっと見てみようね。The recurring type of character in Inupiaq stories is the manslayer. And the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself. Always hold the community in your heart.Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent, who faces that manslayer, is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything.Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. はい、マンスレイヤーの話ね。これは要するに、一人の子がね、勇気を出して立ち向かえばね、まあ、いずれは秩序も回復していきますよっていう話だよね。まあ、そのまんま言ったみたいなんだけど、人を狩る者。どうやらね、このゲームの中ではこのマンスレイヤー、人を狩る者を倒したようなので、物語は一気に秩序の回復に向けて進んでいくのかな？はい、近づいていくと、どういうわけか、すべての吹雪が小さなツンドラ草原で起きているように見えた。さあ、いよいよ物語も終盤なのかな。じゃあね、もう少し先に進みましょう。怖い怖い。まだね、白熊っていう危機があるからね。大丈夫か。あ、危ない。気をつけないと。ここなんか崩れそうで怖いな。よし、頑張れ。よし、キツネの仇は取ったからね。頑張って、もうちょっと進むね。よしよし、頑張ってくれ。お、セーブになった。うわ、なんかいるよ。なんだあれは。巨人？巨人だね。リベアクシアガロールを考えてか、イバクタネ。イニュッパシューマロク。ウルマクトアハルウアポン、シェアミッタガーナガー。
아시 비히론 맥실라몬 시암마 약택시오 これが 흡입을 起こしているのか 시암마 약택 마음 아픈 안도가 막 구하하기가 아시 아그네 억택시오 둥아는 네베 악시아가로 룸 하이마오베에노 더불어 강의자 숨만 아그네 오딜랑아 こいつをなんとかしなきゃいけないってことか。どうすればいいんだ？こっから女の子で行くのか？彼女の子がたっぷりはねやっべき。いべやくしやがるわるこんなはやくと。あぶないかん。あたっちくんまじょこねやいく。気は出るがねえそうだねここまでも二人で頑張ってきたんだどうやらね吹雪の原因は巨人だったんでその巨人をなんとかするみたいだねよいしょ危ねえこんな感じかよし。よし。頑張ればもうちょっとゴールだ。そんな気がする。巨人が見えてきたよよしセーブになったねよしよしじゃあねとりあえず一旦ここで動画切りますねちょっとね今日は声も疲れてるのでこの辺で終わりにしようかなと思います。で、キツネのね、キツネ、前回までね、全然、もうずっと前までね、キツネは精霊じゃなくって動物のキツネだったんだけど、それがね、さっき倒した男にキツネが殺されちゃって、その仇は撃ちましたからね。で、いよいよ物語のね、まあ、わかりやすく言えばダスボスみたいなもんなのかなあの巨人はそれの姿が見え始めてきたんで次回はこっからねもう少し進もうと思いますはいそれじゃあね実況は誠がやらせていただきましたどうしようかなうんいいなじゃあねまた次回ネバーアローンやろうと思いますはいご視聴どうもありがとうございましたそれでは失礼いたします